大野久義は、日本の政治家。富山県黒部市長。富山県黒部市出身。1967年3月、富山県立桜井高等学校卒業。医療品小売店に就職。1991年2月、黒部市議会議員に初当選。1995年に再選。1999年4月、富山県議会議員に初当選。 県議時代は自由民主党に所属した。2012年、副議長に就任。2016年、議長に就任。2018年1月12日、任期満了に伴う黒部市長選挙に立候補する意向を表明した。市長選は、大野のほか、元市議の川上博氏、元市議の川本俊和が立候補。保守分裂の三つどもへの選挙となり、自民党黒部市連は、 いずれの候補者に対しても推薦を見送った。4月15日に行われた市長選で初当選を果たした。4月23日市長就任。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数34,654人。最終投票率 65.35%2021 年5月28日。 新型コロナウイルスに感染していることが判明した。同日朝に陽性が判明した市の職員と接触していたため、昼に検査を受けて、夕方に陽性と判明した。感染判明時点では無症状であるため、今後は指定医療機関に入院しながら、電話やメールで指示を出すという。なお、翌5月29日には、中等症になっていることが判明している。その後、 6月8日に退院した。以降翌週前半まで自宅で療養しながら、公務を継続する。ありがとうございます。